1989年にデビューした Z3 はフェアレディ Z にとって革命的な大変身だった。どちらかといえば細身で長さを強調した3代目までとは180度方向を変え、思い切り幅と踏ん張りで勝負に出た。日本の5ナンバー枠にとらわれず、世界標準のスポーツカーの黄金比を実現したのだ。その結果、操縦感覚も激変した。ステアリングを切り込んだ瞬間、スパッとノーズがインを刺す。しかもワイドトレッドだけに限界も高い。ここに Z はコーナリングマシンとしての新境地を開いた。もちろん GT カーとしての性能も万全。ヨーロッパのサラブレッドたちをまたも Z は奈落の底に突き落としたのである。その心臓はコンパクトで低重心の V 型6気筒。 FR とはいえギリギリまで車体中央に押し込んで前後重量配分を50対50に近づけたフロントミッドシップ配置とした。ワイドボディと同じく世界を睨んだ結果、排気量も3リットルに統一。 NA で230馬力、ツインターボでは280馬力という最高出力は20世紀最後を飾るにふさわしいパフォーマンスだった。足回りは先進的な四輪マルチリング、ペダルにショックが伝わらない ABS なども時代に先駆けた装備といえた。1992年には Z としては異色のコンバーチブルも追加されている。このコンバーチブルは Z の主要マーケットであるカリフォルニアで大歓迎されることになった。しかし Z32 の末期には不運もつきまとった。折りやしく日本で景気が後退し、日産は大規模な再建計画に直面。そんな状況下で Z はひとまず31年間の歴史に区切りをつける。その後就任するラツワン社長カルロス・ゴーンが Z の復活を宣言するまで3年にわたる空白の時代を迎えるのである。